今日はですね、ビクタさんの VO102 とこの TSP のカール PH1 枚ラバーの使い方っていうか、あのカットマン対カットマンに対してこういう使い方するとかなり嫌やなっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。まあ僕がやるんじゃなくて、あの川上くんがやりますよね。はい、どうぞ川上くん、どうぞ。はい、川上くんでございます。はい、よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いしますね。はい、お願いします。じゃあまず、はい、どんな感じでやると効果的ですかね。まず基本のカット打ちからなんですけども、カット打ち、うん、カットマンはやっぱり上回転のかかったボールには強いんですけども、うん、ナックルのボールに弱かったりとか速くスマッシュに弱いので、うん、なるべく角度打ち、面を出してパチンと弾く打ち方が理想ですね、うん、はい、お願いします。お願いします。あ、ごめん、うるい、すいません、いえいえ、いきます。おい、相手に時間を与えないように速いやつで打つとより効果的ですね。すげえな。でもまだ1回しか入ってない。おい、間に合うんじゃないですか。よいしょ、勝利。いや、いい感じでしたね。ありがとう、振り込みやるよ。あ、ごめん、伸びてくるね、球が。ついてから上がってくるとパンって叩かないけど、絶対にこのボール打てないんで、なるべく速いやつみたいな。このボール打てないんで、なるべく速いやつみたいな。やばい、ちょっとぶっちぎるね。はい、ぶっちぎってください。これもですね。切れたぜ。ああいう時はもう諦めて、うん、ポンってあげます。おお、これ慣れると、うん、感覚で入るようになるので、ここは諦めてついてもいいと思います。思いっきり切られると表ラバーって結構落としちゃうので、うん、ゆっくりポコッと動いて、V 字からパカンと。やわ、思い切られると表ラバーって結構落としちゃうので、うん、こうゆっくりポコッと動いて、V 字からパカンと。やわ、下がってますんですよね。でもカット
になっていることをカットして、静止体になっていないことを見極める必要があるんですけども、大体の人がこう、強いボールからいった、上回転したらブロックが来るぞって待ってるので、なるべく短いストップの方が、より効果的ですよね。あ、めっちゃ伸びた、それ。あ、繋ぎが伸びた。はい、そうです。ありがとうございます。持てだとやっぱり止めるのは難しいので、そういう時は一室の、こっちのカール PH の方、カール PH、で、止めてあげた方がこう止まりますね。これもラバーのここの厚さが気になるので、あ、これも入る。やべ、あ、これもラッキーや。あ、でも、この形的にはもう形的には死んでるわ。こっちはもうアウトやな。おーい、やられてると完璧ですよね。で、ストップ気にしちゃうから、こっち後ろにも差がないしね、余計カットするしかなくなっちゃう。やっぱり下げてあげて手前に落とす、前後の動きを意識させて、カットマンもいっぱい練習してると思うんですけども、やっぱり出ないことが、短いことが出ないっていうと、やっぱカットマンもそこまでは練習しないんですよね。大体ここの3歩離れたから、2歩前にここの位置、この位置ぐらいまでしかカットマンは基本的に動いてないので、それでさらに一歩前になると、どうしてもこういう体勢になるからボール浮いてくるので、手がスマッシュで打ちやすい。そうか。よし。じゃあ、やってもらおうかな。お願いします。はい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。よし、点。ビビってる。うわ。うわ。あ、すいません。でもやっぱ深く狙うと、ミスになりやすいんで。最近流行りのね、VO102、こんな使い方をするとカットマンは嫌がるんじゃないかなって思いますね。はい、あとカール PH、 これ粒硬いから結構打ちやすいね。そうですね、下回転を打つために作られたラバーなので、
これが一番いいラバーかな、社会的に、うん、あとは粒高はじめましてって時に、うん、カール P1 はちょっとグニャグニャと変化がよくいくんだけど、うん、安定して入らないので、うん、練習粒高を練習するのにカール PH いいかもしれないですね。打ちやすくて、うん、あとちゃんとブロックできるし、ブロックできますね。これ上手に使いこなしたら結構みんな嫌がるね。そうですね、県大会に出れるかなっていうぐらい、うんうん、でこれ、あれね、井出沢さんがそうですねチョイスしてる、チョイスしてるセットです ね、うん、ね、ちゃんと実績済みですので皆さんも気になった方はね一回試してやってほしいなと思います。じゃあ今回の動画はレビュー動画ですね。ビクターさんの VO102 と TSP のカール PH1 枚ラバーですね。あ、これ VO102 は厚さ 2.0 です。 2.0 これ一番厚い、いえ、1個違い、これ厚ですね。厚マックスもある、はい、で、あと薄い 1.8 も、1.8 もある。まあそう、お好みでお好みでいろいろ試してもらうといいのかなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。